In general, I wonder if you can just explain what the archives of these old game documents are like at Game Freak, how important is preserving the history for the studio? 最近は保管プロセスあるけど、昔こうやったらファックスとかで送信してるようなやつなので、やっぱり昔は本当に紙ベースでやってたものなので、あんまりなんだろう、コンピューターで絵描いたりもしてなかったので、そのやっぱりなかなか物が残ってないですよね、まあ、特に赤緑時代とかルビサファ時代はなんかこういうものを見せるとも思ってなかったんで特に書いてなので、これ金銀であったりとか、まあ、これはポケモンの一番最初の赤緑の時の、プログラムのバンクの何がどこにどんなものが入ってるかっていうもので、2メガビットなんですけど、開発初期の頃のものですね。まあ、なんか開発の当時の報告書とかを見ると、コンピューターのクラッシュによって2日のロスとか書いてますかね、まあ、昔は結構コンピュータークラッシュしてたので、まあ、今のコンピューターすごい丈夫になりましたけど、よくポケモン消えなくてよかったなと思います。であとはもうこういうあれですね、展示とかがあるんで、これ、ルビサファの、これがルビサファの、イベントがどんな風に起きるのかっていうのはこう展示で書かれてたりします。それを意識しだしたのがブラックホワイトからで、なのでこうちょっと全部こう日にちも入れてどんなアイデアを考えたよっていうのをこう手書きなんだけど、どんどん書くようにアイデアをどんどんこうまとめていくのにこういう手帳を使うようになりました。もう単純にもうウィンドウのシステムがどうであるとか、そういうもう細かいところからですよ。なんか本当にウィンドウがどうであるかとか、黒い森とか白い街とか、まあ、なんかそういうちょっとしたことなんだけど、全部そういうことを書いてあったりとか、なんか全部思ったことはだいたいこう書いてますね。こうちょっと拡大縮小でマップがどうするのかみたいなのも、あとはなんかこう人とこう会話するっていうのがローカライズがやっぱり大変なので、文章組み合わせをやめてなんかスタンプにできないかっていう、こう日本語だと愛してるって書いてやって、例えば I love you っていうもうスタンプにしちゃうとかっていう、こういうのに書いておくと、このアイデアをからさらにまた次のアイデアに進められるっていうか、アイデアにアイデアを重ねられるので、なるべく書いておいた方が良い。まあイラストとかもそうだし、なんかこういうものがあった時に、じゃあこれがあるんだったらこんなアイデアを足せるねっていうことを次々にプラスに転じていけるので、例えばこれだとバトルで振り向くっていう、ピカチュウがピッて後ろを振り向いてるだけのやつなんだけど、じゃあどうやってやるかっていうのは実際と異なってることは書いてあるんですよ、まあ、例えば正確で後ろピュッて向くみたいなこと書いてあるけど、じゃあゲームのシステムにした時にもうちょっと違う、可愛がると振り向いてくれるみたいなものに、こう消化していくっていうか、これ振り向きって書いてるけど、これブラックホワイトのタイミングなんで実は入れられなかった、でこれを XY に入ってる仕様ですね。で結構ちっちゃなこともやっぱり書いてたりするので、そういう例えばなんかゲートとか門ってどういう意味があるんだろうとか、そういう全部こうなんだろうねっていうことを書いているのでですね、あとそういうそっち系のやつ、これ説明して実際こう会議をしながらこう書いてたりとか、まあイメージ共有するためにこういう大きなスケッチブックを使って書いたりするものですね。これサンムーンの本当にこうイントロでトレーナーが来てどういうふうにボールを投げるまでこうバトルに入るかっていうののデモをどうやってみんなでシェアするかみたいな話し合いながら、なんかこれだと今回のポケリフレとかがどういうふうなこう汚れがこうどういうふうに毛が出てるかみたいなのをこうメモって、こうどういうふうに道具が選ばれるかみたいな、なんか。ことが書かれていたりします。 So Masuda-san, I'm curious, when you look back at the earliest documents from Red and Green's development, what emotions does it stir up in you? なんだろうね、おや面白いこと考えてんな俺みたいなそう、そもそもがこういう手書きで例えばポケモン書いたりしてなかったし、多分それもあって結構ユニークなものが生まれてるとは思う、ね、なんて言うんだろう、プログラム的にはこうラムのエリアのがどう作られているかみたいなことがこうプログラム的に書かれてあったり、基本これ見ても多分分かんないと思うけど、結構そういうプログラム的なことは書いて、手書きで
一応いろいろ書いてはいるんだけど、ないね。これもたまたま出してるけど、これ先頭に与えるパラメータ系なんだけど、もうプログラムしながらどんどん数字とか変えてるから、実際のここに書いてる数字が正しいかどうかはまた別の問題になってる。特に赤緑と金銀時代って、あのアセンブリ言語で書いてるんで、あの掛け算もない言語なので、足し算を回数やることで掛け算にしてたりする言語なので、懐かしいよねやっぱりね。でもね、そのなんかデータの持ち方みたいなのも、なんかなんだろうね、ちまた書こうかなサインカーブとかさ、サインカーブとかってこう普通の、今だと多分もうサインっていうあのものを使えば全然こう細かくデータはいくらでも取れると思うんだけど、昔はそういうことが、これがいっぱいあるとデータがたくさんの量になっちゃうんで、こうデータの数を減らすために考えると、こことこことここと、まあ例えばこの辺だけ取っとけばなんとなく形になるとか、もうちょっと細かく取りたかったらこれだけ取る、8個の点であのサインカーブを作れるみたいなのを、こっちは反対側なんで、0と1で反転させてまたここからスタートする。だからこうスタートして反転してこのデータを使えばサインカーブが作れるんで、8バイトと1ビットでコントロールできるみたいな。It's pretty rare for someone to have made music as good as your soundtracks are, but then also have such an understanding of programming like this. そうかな。なのででもあのサウンドのプログラムも一番最初の時は全部書いてたんで、あのなんていうの、ポケモンの鳴き声ってこういう波形が、これ汚くなってきたから消そうか。このパターンっていうのが、これが A パターンで、このパターンが、まあ、B パターン。何が違うかっていうと、ここの部分がこうない。わかるかな、意味わかるかな、はい、ここがない。で、このここの部分の長さが違うっていうのは、ゲームボーイには3つあるのかな、3パターンあるのかな。でそれを通常はこの形って設定したら、この形をずっとプログラム上では音を鳴らすっていうのは、このパターンで音が鳴る。そうするとプーってなって、こっちだとポーってなってみたいな、それしかしないんだけど、ポケモンの鳴き声の時にこのプっていうのとポっていうのを毎回こう切り替えてあげて、そうするとプポポポポポポってなるんで、それであのポケモンの鳴き声を作ったりしてる。ポケモンね、全部多分これ系使ってて、しかも40種類ぐらいしか、本当はベースとなる音はそれで、それの、長さと音程を変えて進化とか作ってるので、もともと40パターンぐらいしかない。似てるっていう鳴き声の子ももちろんいる。This is amazing. Thank you so much. Yeah, thank you. Thank you. Thank you. すごく面白かったです。プログラムの話になって。Yeah, got into the real like nitty gritty programming sense. Awesome. I love it. Yeah. So you're all nerds here. It's okay. We're all game freaks. Well, みんなゲームフリークです。